ホセペケルマンはアルゼンチンエントレリオス州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。世代別アルゼンチン代表監督として有名になり、南米ユース選手権では2度、FIFAU-20 フフワールドカップでは3度優勝した。2004年から2006年にはアルゼンチン代表を指揮し、2012年にはコロンビア代表監督に就任。 2018年まで同国代表の監督を務めた。1970年に AA アルヘンティノス・ジュニアーズからデビューし、1974年までに134試合に出場して12得点を挙げた。1974年にコロンビアのインデペンディエンテメデジンに移籍し、101試合に出場して15得点を挙げた。1977年、 28歳の時に膝の負傷が原因で現役引退し家族を支えるためにタクシー運転手など様々な職を転々としたユース年代監督現役引退後にアルゼンチンに戻ると CA チャカリタジュニアーズや AA アルヘンティノスジュニアーズの株組織の監督を務めさらにチリの CSD コロコロでも同じポジションについた1994年 アルゼンチンサッカー協会から U-17 と U-20 世代のアルゼンチン代表監督就任オファーを受けた。この年代の主要大会で主要な功績を挙げていたわけではないため、ペケルマンへのオファーはちょっとした驚きであったが、ウーゴとカーディア・エドアルド・ウルタスンとチームを組んで世代別代表監督に就任した。ペケルマンの在任期間中に U-20 アルゼンチン代表は、FIFA ワールドユース選手権で3度優勝。カタールで行われた1995年大会、マレーシアで行われた1997年大会、自国開催となった2001年大会で優勝したことから、ペケルマンの愛犬3匹には、それぞれの国名が付けられた。 南米ユース選手権では1997年大会と1999年大会で優勝した。1998フィーファワールドカップ後にアルゼンチンウェイ代表のダニエル・パサレラ監督が辞任すると、ペケルマンは公認監督のオファーを受けたが、時期尚早であるとして辞退し、代わりに代表全カテゴリーのゼネラルマネージャーのポジションに就いた。ペケルマンの推薦により、 マルセロ・ビエルサが A 代表の監督に就任し、ビエルサ監督は2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得した。2003年、アルゼンチン人実業家のダニエル・グリーンバンクの要請を受けてスペインに渡り、西軍ダ・ディビシオンの CD ・レガネスのフットボールディレクターに就任したが、数ヶ月後にプロジェクトは水泡に返し、ペケルマンはスペインを離れた。2004年に、 ビエルサ監督が A 代表監督を辞任すると、テケルマンはカルロス・ビアンチと共に公認候補の一人となったが、数ヶ月前にボカジュニアーズ監督を退任していた、ビアンチはサッカーから離れて、休息を取ることを望んだ。アルゼンチン代表監督2004年9月15日、アルゼンチン代表監督に就任。世代別代表時代の教え子であるファ、フアンロマン・リュケルメ、 ハビエル・サビオラなど、ペケルマン・チルドレンと呼ばれる選手たちを率い、2006、フィファワールドカップ、南米予選では、首位ブラジルと勝ち点で並ぶ2位で、本大会出場を決めた。大会前のメンバー選考では、実力者のハビエル・サネッティや、ワルテル・サムエルなどを外したことで批判を受けた。2006フィファワールドカップ本大会のグループリーグは、オランダ、コートジボワール。 セルビア・モンテネグロ都道組となり、グループ C は死の組とも腐れたが、3試合で2勝1分という成績で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦のメキシコ戦は1-1で延長に突入したが、98分にマキシロドリゲスのボレーシュートが決まって2から1で勝利した。準々決勝では開催国のドイツと対戦。 49分にロベルト・アジャラが先制点を挙げたが、80分にミロスラ・フクローゼに同点ゴールを許した。ロベルト・アボンダン・シェリが負傷交代したため、リケルメをエステバン・カンビアスソに変えるなど、守備的な選手交代を行ったが、延長戦でも決着がつかず、勝敗の行方は PK 戦にも連れ込んだ。PK 戦では、ドイツの四人が、いずれも PK を成功させたが、 アルゼンチンはアジャラとカンビアスソが外し、1から1で大会からの敗退が決定した。準々決勝敗退という結果に終わったことで、大会開幕前のメンバー選考が再び批判の的となった。この敗北後、ペケルマンは代表監督辞任を発表。アルゼンチンサッカー協会のフリオグロンドーナは辞任撤回の説得を試みたが、ペケルマンの気持ちは変わらず、 公認監督には 1994FIFA ワールドカップでもアルゼンチン代表の指揮を取ったアルフィオ・バシーレが就任した。2007年から2010年2007年5月30日、指導者としてのキャリアを再開し、同じアルゼンチン人のアメリコがジェゴ監督の公認として、メキシコのデポルティーボとルーカー FC 監督に就任した。クラウスーラ2008終了後に退任し、 ホセマヌエル・デ・ラトーレ監督に引き継いだ。2009年2月23日、成績不振により解任されたマヌエル・ラプエンテ、監督の後任としてオンル・ティグレス監督に就任した。クラウス・ウラ2009後に解任され、後任監督にはダニエル・グスマン監督が就任した。2010年7月、オーストラリア代表監督や日本。 代表監督就任に向けて真剣な話し合いを行っていると報じられたが、結局はいずれの監督にも就任しなかった。コロンビア代表監督2012年1月5日、コロンビアサッカー連盟が、ペケルマンのコロンビア代表監督就任を発表した。メキシコとの親善試合が、初再敗試合となり、完全に試合を支配してニカラレで勝利を収めた。 2014FIFA ワールドカップの初戦は、リマで行われた、ペルー戦であり、苦しみながらも1から0で勝利した。しかし、中盤でのショートパスを基調としたスタイルではなく、ロングボールを多用したスタイルで試合に臨んだため、コロンビア国内から批判を受けた。アウェーでのエクアドル戦には0の1で敗れたが、ホームでは、コパアメリカ2011王者のウルグアイを4の0で、粉砕し、 驚くべき復活を見せた。チリ戦には3-1で、バランキージャで行われた、パラグアイ戦には2-0で勝利した。カメルーンとの親善試合では、ラダメル・ファルカオやハメス・ロドリゲスなど何人かのスター選手を外す実験を試みたが、3から0で解消した。2012年最後の試合は 2014FIFA ワールドカップ開催国のブラジル戦であり、ブラジルは公式戦。 通算戦試合目という節目の試合であったが、二人のスター選手を各くブラジルに対してコロンビアは1の1の引き分けに持ち込んだ。ペケルマンの祖父母はウクライナからの移民であり、エントレリオス州の移民地に定住した。ペケルマンの祖父には方言癖があり、祖父によるとグレゴリー・ペックは彼の老いだというが、おそらく冗談である。ありがとうございます。